一瞬で俺の戦闘態勢をズタズタに切り裂くとはな。行くよ、僕の攻撃だ。ブレイブファングのブーストレギオンアタック、すべてを貫け、アブソリュートツインソード、ノーガード、ドライブトリガーチェック、ゲット、ドロートリガー、パワーはイマジナリープレーン、ブレイブファングのスキル、ワールウィンドとカラミティのロックは君のターンが終わってもアンロックされない。イマジナリープレーンドラゴン、ロード。なんとか4ダメージで収まったか。なんだよこれ、レギオンメイトまで退却って。これがリンクジョーカーというフランの戦い方。そして愛知君はリンクジョーカーを誰よりも使いこなしています。今のターン、愛知の攻撃を受けた時、俺は何かを感じた。あれは何だったんだ。全てをロックする絶対レイドの攻撃か、アイチ。それがお前の決意なんだな。だが俺はそれでも進む。煉獄の灼熱に焼かれ、幾度も蘇る帝国の竜王よ。炎の中で奮い立て、俺の分身、煉獄交流ドラゴニックオーバーロード、ザ・グレート。ボーテックスドラゴニュートをコール。メイトは決して忘れない、諦めない、シーク・ザ・メイト。全てを焼き尽くす煉獄の炎の中で再び生まれ立つ炎の化身よ、煉獄竜ドラゴニックネオフレイム、レギオン。2体の竜の方向よ、イマジナリープレーンにアタック、ノーガード、ドライブトリガーチェック、ゲット、クリティカルトリガー。再び立ち上がれ、2体の竜よ、アタック、完全ガード。次だ、ガード。ターンエンド。くそ、あんだけ攻めてもノーダメージなのかよ。仙道は決して引かない。そういうことですね。カイ君の戦う意志を効率化せることなどできない、そんなことは分かっていた。なら、すべてを終わらせるだけだ。コール、再びレギオンスキル発動、アブソリュートロック、アンドブレイク。また、これで終わりだ。ブラスタージョーカー、フォトン、アブソリュートツインソード。おい、カイ、まさかお前。ああ、そうか。ガード、ドライブトリガーチェック、ゲット、クリティカルトリガー、効果は全てガーネットスターに。セカンドチェック、同じく効果は全てガーネットスターに。そのガーネットスターでアタック、ガード。ああ、止めた、すげえ。
愛知道の攻撃をここまで。甲斐俊樹、ヤスと戦った僕には分かる。あいつもまた愛知さんに劣らぬ決意を持つ男だ。それだけじゃないみたいですね。ああ、気づいたか。カン、何か掴みましたね。どうしてここまで。俺はお前を倒すつもりでこの戦いに挑んでいた。なぜお前が封印されることを決意したのかを聞いて、俺は心に誓った。必ず愛知を倒し、愛知に代わってシードをこの身に宿そうと。カイ君。愛知、そうしたらお前は俺のカトルナイツとなって封印を守ってくれるのか。そんなバカな、そんなことできるわけが。自らは犠牲になれても、俺が犠牲になるのは耐えられないのか、アイチ。アイチ。そうだろうな。考えてみれば、俺もだ。アイチ、俺が今からお前のその意志を打ち砕いてやる。たった一人が犠牲になれば、他のすべてを救えるというそのイメージを焼き尽くす。カイ君、イメージしろ。俺の煉獄の炎に焼き尽くされるお前のその意志の脆さを。ファイナルターン。